10月27日から11月4日まで、文化フォーラム春日井と春日井市役所、春日井市東風記念館を会場に全国書道展覧会が開かれました。東風展の愛称で市民から親しまれているこの展覧会は昭和24年に始まり、今年で71回目を迎えました。春日井市で生まれたとされる書生小野東風の偉業を称え、書の振興を図ろうと春日井市など5団体が主催しています。毎年全国から書の作品を公募していて、今年集まった作品の数は5919点、期間中各会場に展示されました。公募作品は一般と学生の部があります。一般の部では漢字や仮名、近代史文、小字数、小品の5つの部門から289点が、学生の部では上服と半紙の部門から5630点が出展されました。来場者の中には今後の作品作りの参考にしようと会場に訪れた人も多くいたようです。見応えのある作品を目の当たりにし、来場者は書の魅力を堪能していました。上手な作品がたくさんあって、もう自分でもなんか、ああこういうの書いてみたいなっていうのがたくさんありました。私は特にあの大きいあの一字の小字数のものを書いたことがないので、どんな形で作品を書いているのかっていう、あの作る工程を見てみたいなと思いました。11月3日には春日井市民会館で表彰式が開かれました。春日井市立中央公民館で10月5日と6日に行われた審査の結果に基づき表彰します。文部科学大臣賞や愛知県知事賞、春日井市長賞などの受賞者に賞状が手渡され、会場からは大きな拍手が送られていました。とにかくびっくりしてます。このようなことが私の身に起こるかと、本当にただただ驚きだけです。とても嬉しく思ってます。傅さんという人の作品なんですが、これはもうかなりもう随分昔から取り組んでまして、今回やっとそれが報われる形になってとても嬉しく思ってます。とにかく先生に近づけるようにこれからも努力していきたいと思います。大きな筆に墨をたっぷり含ませて、ゆっくりと筆運びをしました。重厚な線、それから活筆、潤滑、そういった複雑なものが絡み合っているとは思いますが、趣のある作品を書きたいなと思いました。今回の受賞を機にますます勉学に励み精進したいと思っております。小さい頃から出させていただいていた展覧会でこのような大きい賞をいただけて本当に光栄です。今回私が書いた蘭亭の序という作品は、中学生になって行書に初めて触れる時に出会った作品で、中学生の間たくさん練習をし、高校生になりこのような大きい作品に仕上げることになりました。たくさん文字を書く初めての挑戦だったので、一文字一文字を大切にしながら書きました。これからこの賞に恥じないように、努力を重ねながらいろんな作品に触れて勉強していきたいと思います。12月8日までの間、バーチャルリアリティ東風展を開催。スマートフォンやパソコンなどで気軽に東風展を鑑賞できます。ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。次回の春日井市政でよりは広報大使委嘱式をお送りします。